Yeah. So this is the cherry bomb burger. You got it with the potato wedges right here. And then this is your classic. Mm-hmm. And then you have our flour burger, which is also our signature. And one of my favorites, the Junger burger. And we do complement it with our Olipop strawberry vanilla soda. You got your spirulina bun, which makes it green. We also have the black carrot extract, which makes our purple or violet bun. Turmeric for our yellow bun. Cherry extract and beetroot extract combined to get your nice little pink. こちらバーガーになります。フラワーバーガーってイタリアのファーストフード、初めてのビーガンバーガーのファーストフードのお店で、イタリアには15軒くらいあるらしいんですけど、今回初めてカルバーシティの方にポップアップでオープンしたので食べていきたいと思います。で、このパブが確かレッドキロニーで作ったパティで、このチェリーがレンツェロで作ったやつで、このクラシックターメリックバンがチックピーのバンで、このグリーンが、オートとレッドビーンで作られたパティで、全部ビーガンです。全部お豆のバーガーです。で、あとソースとかこうもやしとか上に乗ってます。この辺、こっちかな。多分ビーガンの人じゃなくても美味しく食べれると思います。で、今ポップアップでカルバーシティにピックアップという形でオープンしてるんですけど、この夏に、ウエストハリウッドの方、ロバートソンの方にオープンするらしいです。なので、ぜひ興味ある方は行ってみてください。ちなみにこのチェリーボンが一番の人気のバーガーです。おいしい。ね、やっぱ LA ってこういうビーガンのお店がいっぱいあるんですよ。そう、なんか本当になんかすごいヘルシーとかビーガンとかいっぱいあって、本当 LA はいいです。多分全然1個でもお腹いっぱいになるぐらいすごいボリュームある、美味しい。
かもなんか超インスタ映えな色で、でなんか全て本あの本物っていうかあのアーティフィシャルななんかフレーバーみたいなのは一切使ってなくて、全部本物のフルーツとか野菜とかそういうものから作られています。あんま分かんないかもしれないけど、よく見たら一個一個違うパティです。あのバーガー、ちなみにこれもおすすめされたやつで、ストロベリーバニラのスパークリングなんだけど、結構意外と美味しい。しかもカロリー35、シュガー 3g、 砂糖控えめで、でも甘い。